はい、こんにちは、ちじせです。今回はミラボレアスの素材で作成できる武器防具を使って、私のハンマー装備が大幅に更新しましたので、導きの地などで使える汎用装備とミラボレアス対策の装備の2種類ご紹介したいと思います。どのくらい火力が変わるか、今までの汎用ハンマーと比較してみます。柱にタメ3を当てると488。今まで使っていた汎用ハンマーは会心攻撃が出て488ダメージです。続きまして、今回ご紹介しますミラボレアスハンマーのダメージご覧ください。会心攻撃が出て574も出るんですよね。体験や狩猟部への差もかなり顕著だったんですが、ハンマーに関しては特にミラボレアスハンマーの方がかなりダメージが出ます。さらに整備5など便利スキルも載せられるので、今までの装備の完全に上位互換となります。まずは汎用ハンマーからご紹介します。使用します武器はミラボレアスの素材で作成できるハンマー、ミラデモリッシャーです。物理攻撃力が1820と圧倒的です。武器倍率も350もあるんで、めちゃめちゃ高いんですよね。しかもスロットが44と空いていて、流風力も大です。デメリットとしては会心率がマイナス 20% ということと、流属性が低いということ、あと切れ味が紫20と心もとないとこです。なんですが、会心率に関してはアイスボーンだと非常に盛りやすいということと、ハンマーの属性値はそこまでダメージに響かないということ、シリーズスキルの新技物が発動すると切れ味もカバーできますし、さらに匠でも伸びるので大きなデメリットにはなりません。カスタム強化は回復会心防御の予定です。大霊脈玉の在庫がなくて、まだ回復しか付与できておりません。シリーズスキルで継承、超越、抜刀術、力が発動しています。継承は極意によって制限されているスキルのレベル上限が全て解放されます。なので渾身レベル5、整備レベル5、挑戦レベル7とかが混在させられるようになります。これはかなり強力です。そして超越、こちらはスキルの新技物と弾丸節約に加え、クエスト開始時や力尽きた時に体力スタミナがプラス100になります。新技物は約 75% の確率で切れ味が落ちないスキルです。なので切れ味が20あれば、実質60から80ぐらいあると考えていただいて大丈夫です。運によりますけどね。弾丸節約は遠距離武器の話なので割愛します。またクエスト開始時や力尽きた時に体力スタミナプラス100になりますが、重複はしないので体力の上限は変わらず150です。体力増強レベル3やスタミナ上限突破、また猫飯がなくとも常に150のマックスでいられるようになるという感じです。なのでこの装備だと体力増強レベル3はもちろん高級お食事券ではなく普通のお食事券で問題がなくなります。抜刀術力は抜刀攻撃に気絶効果を付与強化し、さらに基礎攻撃力も少し上がります。気絶効果のない体験や太刀などには付与、もともと効果のあるハンマーや狩猟笛の場合は強化となります。上昇する攻撃力は柱を殴ってみたんですけど、ハンマーの場合は多分3とか4ぐらいじゃないかなと思います。また属性は乗りません。このシリーズスキルのおかげでハンマーがより気絶を取りやすくなります。会心率は元の会心率がマイナス 20%、 弱点突破で傷がついた弱点部位に 50%、挑戦者レベル7でモンスターが怒り状態の時に 20%、 見切りレベル7で 40%、 カスタム強化で 10% なので 100% の確率で会心攻撃が発動します。超会心レベル3がついているので、会心攻撃発動時物理攻撃力が 1.25 倍になるところ 1.4 倍になっています。挑戦者レベル7できっちりと火力も持っています。集中レベル3はハンマーの必須スキルです。レベル2にするかレベル3にするか結構お好みではあります。整備レベル5を採用しているので装備が再使用できる時間が半減しています。不動と転身でも戦闘中 80% ぐらいの時間を装備を着用した状態でいられるので、めちゃめちゃ楽になるんですよね。ハンマーはガードがないので回避性能でかなり避けやすくしています。 KO 術はおまけでついてくる感じです。猫飯の KO 術と合わせると思っていた以上にスタンまでの時間が短くなるので結構快適になります。レベル5まで行くとほんとどんどんスタンしますので、スタンを取りまくりたいハンターさんは挑戦者などの火力を落として KO 術をレベル5にするっていうのもなしじゃないと思います。耳栓を採用することで方向中にも構わず殴り続けることができます。
ハンマーは他の武器よりもモーションの最後に出る攻撃が強かったり、あとは溜めた後の攻撃が強いので方向中に殴れたり溜められるのはかなりメリットなんですよね。もちろん回避性能が乗っているので避けてから殴ればいいっていうこともあるんですが、例えばそのタイミングで攻撃終わった後のクラッチができるとか、叩きつけの最後の攻撃が入るとか、そういうこともあったりするので、ハンマーにおいては耳栓って結構火力になるんですよね。ただもちろん好き好きなんで外していただいても大丈夫だと思います。匠に関しては正直なくてもいいんですが、空きがあるので入れてます。私は使わないんですが、導きの地であれば代わりに地質学を採用していただいて素材を集めやすくしてもいいと思います。地質学は一応公式でバグ扱いということなので私は扱いませんが、使っても罰則はないですよという公式回答がありますので、もう使ってる方も気にせず使い続けていただいて大丈夫かと思います。導き用なんで不屈もちゃんと採用しています。装飾品です。これ同じにするには結構装飾品が必要にはなりますが、攻撃に関しては一切なくても構わないですし、整備や回避もなくても大丈夫です。お手持ちの装飾品と組み合わせていただければと思います。これ防音術2がもう一つあれば攻撃のスキルがもうちょっと漏れるんですよね。いやー、防音術2が欲しい。重ね着です。マスターランクの重ね着も採用します。イカちゃん可愛い。続きまして、ミラボレアス対策のハンマー装備ご紹介します。使用します武器は同じくミラデモリッシャーです。カスタム強化はこちらも回心回復の予定です。早く大黎脈力取りに行かないと。足をマムガイラにすることで非耐性をゼロに持っていけるんですよね。ミラボレアスは非属性の攻撃が激しいですし、ヒヤラレになりがちなので最下転覆を持って火力に変換するっていうのもありだとは思うんですが、安全かつ快適に戦い続けたいということに重点を置くのであれば、マムガイラ足にして非耐性レベル3を積み、非耐性を20にするのがいいと思います。非耐性が20あるとヒヤラレにならないんですよね。スキルです。シリーズスキルで継承と超越を採用しています。内容に関しては汎用装備の時に解説しましたので割愛します。回心率が元の回心率がマイナス 20%、 弱点特攻で傷がついた弱点部位に 50%、 挑戦者レベル7でモンスターが怒り状態の時に 20%、 見切りレベル7で 40%、 カスタム強化で 10% なので 100% の確率で回心攻撃が発動します。超回心レベル3がついているので回心攻撃時物理攻撃力が 1.25 倍になるところ 1.4 倍になっております。汎用装備と重複するスキル以外を解説していきます。精霊の加護レベル5のおかげで 40% の確率で受けるダメージが 60% 軽減されます。これほんと避けれる人ならいらないと思うんですけど、マルチプレイのミラボレアス相手だと結構事故るので、私程度の腕だとほぼ必須すぎると言っていいんじゃないかなと思うレベルです。試しに精霊の加護じゃなくて整備レベル5で試してみたんですが、めっちゃ力尽きたんで私はおすすめしません。ミラボレアスは回避距離レベル3があるとわざわざフレーム回避を試みなくてもコロコロ転がることでサクッと避けることができる攻撃が多いので、私は回避距離を採用しています。ラージャンと同じく回避距離でかなり世界が変わってくるんで、被弾が多いっていう方はぜひ採用してみてください。匠は結構お好みなんですが、あった方が事故は少ないですよね。砲撃手はつけているとバリスタや大砲などの威力が2倍になります。装衣につけているので装衣を着用している時だけバリスタや大砲などを使うようにしています。ただ今回整備がないので装衣の回復時間が結構ね長くなっちゃうんですよ。なのでバリスタを打つタイミングはそんなないんですよね。マルチだと人に任せちゃってます。装飾品です。攻撃に3つとかねかなり難易度は高いんですが、これも持っていなければ抜く順番が匠、攻撃、超回心、挑戦の順で抜いていただいて調整していただければなと思います。重ね着は先ほどと同じくです。ということで今回はミラボリアスの素材で作成できる武器防具を使ったハンマー装備ご紹介しました。最後までご視聴誠にありがとうございます。ミラボリアスの素材で各武器の装備が本当に大幅更新したので装備組み替えるのが大変ですけど楽しいです。励みになりますのでチャンネルの登録と高評価ボタンのポチもよろしくお願いします。またねー。